今回のタイトルは、リップル XRP アップホールドの OTC 取引で機関投資家からの関心が高まるです。ぜひ最後までお付き合いください。 XRP は先週、機関投資家向けの新しい OTC 取引プラットフォームであるアップホールドアセントで取引される資産の上位にランクインするなど、機関投資家からの関心が高まっています。アップホールドの研究責任者であり、アルパインブロックチェーンコンサルタントの創設者であるマルティン・ヒエスボエック博士は、先週のアップホールドアセントプラットフォームを取り巻く重要な開発の周知レビューの中で、この開発に注意を呼びかけました。ヒエスボエック博士は、11月4日から11日まで、アップホールドアセントで最も取引された暗号資産はビットコイン、XRP、カスパ、チェーンリンク、および XDC であったことを認めました。これらの資産は、先週を通じて機関投資家の注目を集め、持続的な相場上昇の中でその魅力を実証しました。注目すべきことに、ヒエスボエック博士は、この指標を毎週強調するパターンを採用しています。先週の開示では、XRP も10月29日から11月5日まで、アセントで最も取引された暗号通貨の1位を獲得し、最も取引された資産として目立っていたことが明らかになりました。アップホールドアセントの他の注目すべき開発。アップホールドは、機関投資家に280以上のデジタル資産のポートフォリオを提供するために、6月1日にアセントプラットフォームを立ち上げました。アップホールドによると、このプラットフォームはより深い流動性と信頼性の高いトークン検出機能を誇り、大量の注文を処理する能力を備えています。プラットフォームの最新のレビューでは、他の注目すべき開発も強調されています。ヒエスボエック博士は、アップホールドウォレットが新しいモジュラーブロックチェーンプロトコルである、セレスティアのネイティブ資産であるセレスティア、TIA をリストしていることに注目しました。さらにアップホールドは、アセントでの機関顧客向けの TIA 取引をさらに可能にしました。さらにこのプラットフォームには、11月8日に発表されたアービトラムが統合されており、顧客が外部ウォレットとアップホールドアセントウォレットの間で ARB トークンを転送できるようになります。アップホールドはまた Google Play Store の説明にカスパを含めるように変更し、その後ビットコイン、カスパ、XRP が記載されるようになりました。一方、Apple App Store では説明文にビットコイン、ETH、XRP について言及されており、プラットフォームと XRP の親和性が示されています。アップホールドの XRP 支持。アップホールドは、リップル社と米国証券取引委員会 SEC との法廷闘争の最中、米国の暗号通貨取引所が XRP を上場廃止にした際に、XRP を保持することを選択し、XRP への強い支持を示してきました。その結果、ほとんどの個人及び機関投資家の XRP 投資家はアップホールドにキャンプを張り、プラットフォーム上の取引高の増加に貢献しました。興味深いことに、アップホールドには膨大な数の XRP 投資家が存在するため、このプラットフォームは1億8390万ドル相当のビットコインをはるかに上回る、15億ドル相当の XRP を埋蔵量として保有しています。XRP は、アップホールドの単一最大の暗号通貨保有額を占めています。アップホールドは最近、リップルと提携して、サポートの延長で決済サービスを強化しました。最後までご視聴くださり、誠にありがとうございます。当チャンネルでは、仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければ、チャンネル登録、高評価をお願いいたします。